はい。えー、これは勝みなみ選手のスイングになります。えー、トップとフィニッシュの大きさ。このトップの手の高さと、えー、フィニッシュの手の高さの大きさがほとんど変わりませんね。まあ、一見このようにオーバースイングに見えるんですけども、まあ、体の捻点があるからこそ、このような手の大きさになる。要するに、スイングアークが大きくなって、距離も出やすくなる。ただ、これはちょっと真似しようと思っても、なかなか難しい、え、ことだと思うので、これは参考程度に見ておいてください。 そして次の動画なんですけども、次の動画はかなり、えー、皆様に参考になると思うので、えー、参考にしていたらい,いいと思うんですけども、この左肩からヘッドまで一直線、このアドレスの時ですね、左の肩からヘッドまでが一直線に見えます。で、そのことによって、えー、まず手上げが防止できます。 やはり一直線になることによって体の初動が要するにヘッドだけ、クラブだけ上げようとしないで、左肩が動かすことによってヘッドも動くような感じになるので、最初の初動だけしっかり動けば手上げっていうのは防げると思うので、要するに手打ちが防げるような感じになります。これは参考にしてやってみてください。